見た専門家は津波の威力が想定をはるかに超すものだったと分析する。で今上に見てるのが海岸線です。ここに松林があったはずなんですが今なくなっています。でそれだけですね、津波のパワーが大きいと。これは一番ひどいですね。こちらは人口2万3000人が暮らしていた岩手県陸前高田市だ。その市街地は壊滅状態だ。あ、今これ鉄筋のコンクリートの建物なんですけど、あ、すごい、この壊れ方はひどい。秒速にして10メートル以上あったんじゃないかなと思いますね。とても走って逃げられないぐらい。岩手県大槌町、そこには言葉を失う光景が広がっていた。まだくすぶってますね。もうこっち、ここは家だったんでしょうかね。まだこのように中が燃えています。でももうこちらに消火活動されていません。もうこの辺り煙が充満して匂いがすごいです。すべてが焼け落ち、なお煙がくすぶっている。こちらの映像はその大槌町のバスツアーに参加した観光客が撮影した映像だ。大槌町というところに入っております。大槌どっちだろう。大槌町、内出の小槌と土。壊滅的な被害を受けた大槌町。その時観光客らはこの町にいた。